私あのまあ日本でルボジャンと申します。もう参与会という活動、メインとして活動しております。物を作ってそれで配りに行くんですね。大体500人分ぐらい作ります。その後ですね、まあ、あのケースワーカー従業員の中に3名4名いるし、それで相談を受ける、あの農塾者の今一番悩んでいるのは借金の問題、健康の問題で、重症不定だったら、あの重症不定だったら何もあの日本の国民として認めてくれないです。当然でしょう。で26年前に国家地産委員会始まった頃呼ばれて、でそっち承知に来たんですよ。で農塾者のその日常生活の生活、日常の生き方はね、だんだん、まあ最初に何も分からなかったんですけどね、まあ長い間ずっと一緒にいると、あの社会の問題、やっぱり不景気の問題、一番弱い人ずっと毎日付き合って、すごくあの勉強になったと、勉強じゃないですね、やっぱりあの理解できたということだと思います。僕はあの相沢清と申しまして、あの生まれたとこ荒川区荒川なんです。で結局ここに来たのがもうだいぶ昔なんで、でそうですね、救われたのはもう60、40いくつぐらいでもう仕事がなくて結局困っちゃいまして、で六甲関係の住み込みも行ってたんですけども、あれももう使ってくれなくなりまして、で一番先印象はあの浅草のあの辺にジャン、あの競馬場のあのありまして、あの近くにジャンボってあるんですよ、あのパチンコ屋さんが。もうあの近くの夜自動販売機で一日、あ一晩こうちょうどあったかいからもうジャンさんに憧れて、好かれて、でここへ来ている人ほとんど多いです。だジャンさんも人気ですから、ジャンさんの人柄とあれで好かれて、気持ちでお手伝いしようと思って救われましたんで、清美です。これは犬を借り置いておくために借りたところです。結局住むところがないからです。アパートに入れないとかそういう人方が、あの子族の偉い人に頼んで、それでここ作らせてもらってるんです。いや、やっぱりほら生活保護もらえない方とか、やっぱり一度もらってもそれ規律を守らないで切られて人とか、そういう人方が多いですね、ここは。いや、それはでも役所の方も散々やってるわけですからね、今までだってやってもらったわけですから、だからもうそんな大きな期待はしない方がよろしいんじゃないですか。自分たちのことはやっぱり自分たちで、最低の生活でもやっぱりやっていくっていう気持ちがないとね。あれは撤去です。2ヶ月に一度撤去するんです。これを畳んで、でまたその日のうちにまたこういうふうに作るんです。一応畳まないといけないんです。これはね、組み立てなんです。こうボルトでこういうふうにただ止めてあるだけだから、中も同じですよ。全部止めてあるから、あのボルトでね、こういうふうに止めてあるんですよ。こういう具合にね、これ見えないかな、ああいうボルトで締めてあるんです、全部。泣かない。お薬だよ、桃ちゃん、お薬。純に、愛に、桜に、桃です。仕事がなくなったってことだよ、それにね。
だからこうやってホームレスが増えたわけ。前はほら、ダブルを知る前はほら、景気が良かったからそういうのは少なかったけど、結局は要するに仕事がなくなったっていうことだよね、うん、不景気になったっていうことでこうやってホームレスが増えた。政治が悪いんだよね、うん、政治が悪いの、うん、つまんないところに金を使って、うん、結局は早い話はあれだよね、働く場所をほんと作ることだよね。つまんないとこであんな寮とか変なのはマンションみたいな自分なんかが住むようなとこばかり作ってないで、うん、ああいうのはもういらないんだから。20年前にはホームレスいなかったんだから。仕事があった時はみんな孤独でしょ、うん、どうやって食っていくかっていうのがあるから。はい、よくできました。よくできた。出てきた。ここで働いてるのは3人くらいきりないんだよ、うん、みんなと缶集めたり、うん、宮下公園ですね、はい、で自分は山下って言います、はい、あのアルミ缶を拾ってきて、でそれを今ここに集めて、今潰してそうやって袋に詰めてやってますね。それをあの売って我々は生活の糧にしてます。回収は毎週木曜日の朝、6時ぐらいに、ここにあの買取業者が来てくれます、はい、毎日そうですね、最近は朝のだいたい5時ぐらいに起きて、仕事がこれ潰し終わって詰め終わるまでだいたい夕方の4時とかそれぐらいですから、11時間ぐらいは、まあ、途中休憩挟みながらそれぐらい仕事してます。充実してますよ。あのこうやって仕事してある程度の金銭ももらえるし、うん、充実してますよね、うん、ここは要するにあの区が作ってくれた要するに ホームレスの小屋ですよね、あの自分の声はここになります。こんな感じです、うん、要するに雨風はとりあえずしのげるけど、暖房とか電気とかそういうものも一切ありませんし、寒いですよ。いやもう一番向こうの早い人だと30年ぐらいからもう前から住んでるし、うん、ここに住んでるのおばあさんですね。おばあさんです、本当の80近いおばあさんです。腰が曲がってるおばあさんです、ね、もう、うん、その人、そのおばあさんはもう誰とも喋らないですから、うん、話しかけてももう一切あのコミュニケーションを取らない人です、はい、今はほら自分が住んでるところですから当然大切な場所ですよね。で、まあ、今こういうふうに仲間とあのやってるんで、うん、もう自分にとっては今ここがなくてはならない場所、そういうところですね、うん、ここを例えば追い出されるようなことになるとこの先ちょっと困っちゃう。山友会知ったきっかけはルボちゃんと知り合って、それからのずっとの付き合いだから。要するに年齢で建築現場へ出たけども65で、定年だから建築現場はね、それからもう仕事がないからでホームレスになって約10年ぐらいやってたよね。今はおりません。一度結婚したけど事情があって別れて、
辛い辛いっていうことだけが頭にあって、どういうふうに清門でもまあ仕事働くところがないので、まあ自分としてはいろいろ清門だけども、自分一人じゃどうにもならないと、もう少しね、政治家は政治家らしく、まあ我々のように困ってるホームレスを真剣になって考えて、一人でも多くのホームレスをこの日本の国からいなくなるように頑張ってもらいたいね。まず現在はっきり言って、ちょっと日本の国もあんまりいい影響じゃないね。年々潰れてきてんじゃないかな。毎週の月曜日、高木先生、精神科、もう20年以上ずっと来てるんですよ。あと、針ヒューロー先生、針。あ、ここへ長く、なんていうかしら、かかってる時、出会った人たちで、何かの機会に、ここにいるリタさんというシスターが、写真撮っていいですかって撮るんですね。でそれを置いといて、で亡くなったらそこに飾って、今はねその月、亡くなった人の月の人を飾るようにっていうのはいっぱい過ぎちゃって、あとうちの弟をさっき話したね。弟どれ？かわちゃん、かわちゃん、かわちゃんね、この人元気だったのよね。だけど突然、ここの人ってねとっても元気なんだけど、そのいや最後にそうではなかった、ただ逃げちゃうわけ、で肝臓生まれつきで、やっぱり体良くない時不安になって、それでその時に逃げたので、普通に逃げて10日間、1週間、逃げたというのは行方くらましたで、ね、どっかに行っちゃってね、治るまでで自分の頭ね太っちゃって膨らんでね、でやっぱり痩せるために、でその川ちゃんの生活をうち預かってたんです。一銭もないし預かってたんです。で逃げ、そのまま逃げちゃった。で最後に電話来たのは、僕はね贈呈式中だったので、携帯電話だからさ、じゃあ心配しなくても僕食べるって、ああそれは危ないなと思って、で式終わってから電話したんだけど、もうあれ聞いなかった。でずっと多分何も食べなかった。で結局あちこち不動産とかさ、お兄さんも電話してアパートを何回も行ったんだけど、ロックしてたんだ。で中で、で、まあ、いなかったと思う。で結局お兄さんのわざわざ逃げたから来る予定だったから、その前に親はね千葉の人だけど東京で用事あって、それで開けてくれたんだけど、死んでた。もう1週間経ってた。とってもこの方はね、こういうふうによく彼らに思って繰り返しで、あの人30年ぐらいここにいる人ですね。私はそこまで親切にはできないから、ここだけの生活で、だから来週いらっしゃいよってもここに来ることは期待しないで期待してるっていう状態。Thank you.